こんにちは、ダボさんです。パチンコ満開男のダボさんです。今回はですね、パチンコ失笑チューブということで、今日も休みだったんでパチンコ行ってきました。よろしくお願いします。今日はですね、だいたい10時半ごろ、パチンコ屋さんに行きまして、着いたのが45分ごろだったかな。それで最初、サミーさんの319の、ビッグドリーム2を打ちました。それはまあ好きな台なもんですから、2ヶ月ぶりぐらいに打ってみました。それで1万円で、155回しか回らなくて、まあもう少し、周りは良くなると思っていたんですけども、まああまりにもというか、ジャッジメントリーチが、2回ほど来たんですが、なんかこりゃいつ当たるかわからないぞというような感じがしましたんで、1万円で切り上げて、いつもやっているジューシーハニー3の方に移りました。それでまあ前日の人が70回転ぐらいで、68回転だったかな、でやめてたのを打ちました。それでまあ40回転すると、まあ表示が、U タイムまでの表示が出るわけですけども、約30%ぐらいになってたんで、前の日と、その前の日に、いくらか残っていたものと思われで、まあ150回ぐらいは回ってたんだと思います。それでまあろくなリーチが来なくてですね、まあ当たらない当たらない、まあ400、44パーで当たったんですけども、U タイムまで96が8%だったと思うんですけども、もう430回転ぐらいからえらいパチンコ台が賑やかになりまして、それでありゃこりゃまずいぞと思ったらば、案の定当たりまして、まあ確変だったんでよかったんですけども、いきなりスルーしました。はい。それでその後、なんぼだ、約400発っていうか500発ぐらい出たんですけども、それ飲まれましてですね、いくら使ったんだ、最初の、ビッグドリームで1万円、それから、ジューシーハニーの方で、なんぼだ、3万500円、計4万500円使ったところで44%で当たりました。それでまあ当たるに当たったんですが、
スルーされたもんですから、500発ぐらいしか弾がなくて、追加投資しまして、なんぼだ、結局のところ、4万5千、4万4500円でねえや、4万5500円合計で使ったところでまだ当たりまして、それも各辺で、何回だ、4000発、4400発ぐらいでだったんですけども、時間が早かったもんですから、追いまして、それで、なんぼだ、170回転ぐらいで、じゃねえや、違う違う、3回目が、3回目が、通常で当たりまして、時短100回ついたんですけども、全然当たらずで、その後すぐに当たりまして、4回目が当たりまして、それは確変だったです。はい、それでそこで、まだ2回ほど当たって、1800発ぐらいだったかな、出るには出だったんですが、そこでも続行しまして、計なんぼだ、5000発ぐらいほどあったんですけども、それを全部突っ込むような格好で、何回転だろうか、2万円だから388回転ぐらいで当たりまして、残りの出玉が700ぐらいのところで当たりまして、5回目がなんだ、それで確変で、4ラウンド確変で当たりまして、それもスルーでした。それで、こりゃ、中途半端な球が残ったということで、その球を使い切るために、3300発ぐらいだったんですが、それを全部使い切るような、格好で打ちました。そうしたらば、その後また当たったのかな、計6回、大当たりしきまして、3回か4回、確変引いたんですが、ほとんどスルーで、大当たりの合計が11回でした。それで、3300発ぐらいだったかな、結局弾残ったんですけども、時間が時間なものですから、それを交換して、1万2000円になりましたんで、なんぼだ、3万3500円負けて、今回は、終了しました。なんか前回から、ちょっと各編の方の ST に入ってからの調子がすごく悪いんで、来週は23日が私休みなもんですけども、
旗日なもんですから、お客さんがいっぱいいると思うんですが、できればお客さんがあまり近くにいないで打てればいいなと思います。それでは来週に 今回は以上になります。話が詰まって申し訳ございませんでした。まあ、はっきり言って、何時かね、11時からだから、12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 、
体の方が調子悪いです。皆さんも、パチンコなんか7時間も打つもんじゃありません。体にすごく応えます。若いうちは全然気づかなかったんですが、パチンコとただ台じゃねえや、ハンドルを握っているだけなんですけども、パチンコはくたびれます。今回は以上になります。ありがとうございました。